コンサ三上 GM のグレートビクトリー。北海道とともに世界へ、スポーツによる地域活性を目指す北海道コンサドーレ札幌。この番組では北海道コンサドーレ札幌の三上弘克 GM がラジオを通じてサポーターの皆さんや地域の皆さんの質問にお答えしていきます。今サポーターに伝えたいこと、話したいこと、呼びかけたいこと、三上 GM が本音で語り尽くすコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。おはようございます。三角山放送局、山形翼です。今週も始まりましたコンサ三上 GM のグレートビクトリー。今週も北海道コンサドーレ札幌三上弘克 GM とお送りしていきます。三上さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、ビクトリーメッセージの質問に答えていきましょうという回に、ありがとうございます、したいなと思います。メッセージそんないただいて、いや、そうなんです。おかげさまでですね、もうビクトリーメッセージがどっと来てます。ありがとうございます。なんで、全てをね、この一本で紹介することができないので、小分けにして、はい、毎回そのテーマごとにね、お送りしていこうかなと思っているんですけども、海外スカウトのお話の回が、1月に放送がありました、はい、でそれを聞いたサポーターからですね、国内のスカウティング事情を知りたいぞということで、はいはいはい、こちらビクトリーネームタクコンサさんから、はい、三上 GM、 将来子供が生まれたら、はい、コンサドーレへ加入できるような息子に育ってあげたいと思います。ありがとうございます、はい、将来子供が生まれたらですから、はい、そういう未来を描いている、はい、タクコンサさんから、高校大学とどのような点を注視してスカウトされているんでしょうか。アカデミー出身の方が可能性は高まりますでしょうか、というですね、なるほど、ビクトリーメッセージをいただいてました、はい。いや、ありがたいことですね。もしお子さんがいたらぜひ、いや、そうですね、はい、その暁にはぜひコンサドーレを目指してお願いしたいですね、はい、ご質問にあったそのどのような点というところで言うと、はい、やはり高校大学年代を見るときには、うん、その選手の強み、要するにストロングポイント、はい、これが何なのかっていうことを見ます、うん、まあ、具体的に言うとそれは選手によって違いはありますけども、速さ、強さ、高さ、うまさ、もしかしたら戦術理解度、はい、そういったいろんな項目の中で何らかの特徴を持っている選手ってやっぱいるんですよね、はい、でその特徴がさらに J リーグ、プロという世界の中でもその選手の強みになるのかどうか、これが一つ目です、はい、二つ目はコンサドーレが目指そうと思うそのサッカーのスタイルがありますので、そのスタイルの中でその強みがどれだけ活かせれるのか、大きく言うとこの2点を、はい、高校大学の選手を見るときには大きな視点として見させていただいているっていうのが一つと、はい、まあ、もう一つご質問にあったアカデミー出身の方が可能性高いですかっていうことに関しては、うん、はい、基本的にはやっぱ高いだろうなって思うんですね。理由としてはやはりそれを見る機会がアカデミー選手の方が絶対的に僕ら多いんですよ。そうですよね、はい、道内の他の高校の試合もかなり見に行きます、うん、はい、でも日頃のトレーニングから僕らはやっぱりアカデミーのこのトレーニングは見に行ったりもしますので、その回数がやはり多い分、その選手のストロングポイントに気づける機会もやっぱ多いっていうことを考えると、やはりアカデミーの方がより見る可能性は高い、上がる可能性は高まっていくのかなとは思いますね。これがやっぱりコンサドーレアカデミーの、まあ、特権ですよね。そうですね。同時にサッカーのスタイルも、うん、基本的にはコンサドーレのサッカーのスタイルっていうことを小学生、はい、中学生、高校生からやってるわけなので、で大体そういう選手っていうのは、実はトップの練習に結構1度2度3度ともうすでに練習参加もさせてあげれるんですよね、はいはいはい、それだけでもやはり他の高校等々と選手と比べるとね、環境面含めて違いは出てくるのかなとは思いますですね。なるほど。なんでぜひタクコンサさん、まずはコンサドーレのね、このアカデミーにお子さんを、はいはい、加入できるようにね育て上げていってください、はい、お待ちしております、お待ちしておりますコンサドーレ一度お待ちしておりますというね、はい、まずはビクトリーネームタクコンサさんからのメッセージをご紹介しました。続いてもこれまたスカウティングのお話ですね。ビクトリーネームが HES12 さんからいただきました。 GM に質問です。いつかどこかでミシャ監督はチーム編成にはあまり関与しないというようなことを聞いたことがある気がするのですが、はい、一緒に必要なポジションなどを話し合ったりすることはないのでしょうかという、はいはい、現場とのこのコミュニケーションは、はい、果たしてどの程度取っているのか。そうですね、常にまずコミュニケーションを取っていて、はい、まあ、今回の質問ではじゃあ内容がどのぐらいの深さでっていうことですね。そこを知りたい。ミシャという監督のスタイルは、はい、確かに深くは言ってこないですね。経験上やはり多くの監督であれば、はい、選手の固有名詞、あ、もう具体的に名前を、はい、こういう選手欲しいよね、はい、こういう選手ってどうなってるのっていう話が非常に多いんですけども、はい、まあ、ミシャの場合は逆に今後我々のサッカーを進化させるためには、うん、例えばシャドウでもう少しこういうタイプを持った選手が必要だと思うんだよね、はい、ウィングバックでこういう選手いたらもう一つ戦術の幅広がるよねっていう、そのポジションと必要だな、向上したいなって思う必要な特徴の選手を我々に上げてくるっていう感じなんですよね。へー。なのでそこから我々はそのミシャとのコミュニケーションの中から得てるポジション、特性、強み、うん、そういったものをリストアップして、その名前を僕らはバイネームで返すと、はい、ミシャさんこういうポジションでこういうタイプの選手って言ってたんで、はい、僕の中ではこういう選手こういう選手こういう選手がいると思ってますと、その中で現時点での我々クラブが考えるプライオリティ順は1番こいつで2番こいつで、はい、3番こいつですと、はい、これらの選手1回見てもらえますかっていうようなことで、まあ、映像を見てもらったり、はい、まあ、リーグ戦中であれば実際試合でもそうですよね。時に、まあ、見てもらいながら、はい、ミシャ含めた感想をフィードバックしてもらって、我々としてさらにスカウトを深掘りしていくのか、はい、ある一定な別な選手の方にこう考えていくのかっていう判断をしながら、シーズンオフに向けて最終決断をしていくっていう流れですね。これはもうシーズン中に実際ミシャ監督と三上さん、はい、他強化部の皆さんとやり取りをして、はい、前回海外スカウトの時に一つのポジションでも何人か候補をね、はい、順番にこう置いているという話ありましたけど、はい、今お話あった例えばそのミシャ監督がこういう選手が欲しい、じゃあこの選手どうですかで、じゃあ次ってなったらそこのこう順番がどんどんこう入れ替わっていく、ね、僕としてはそういう気持ちでいるんですけども、はい、大体ミシャさんの方がいい選手だなとか、あ、俺も気になってた選手なんだっていうように、こちらが固有名詞バイネームを伝えると、はいはい、それに対しては比較的いいと思うっていうのがこうすぐこう出てきてるんで、まあ彼なりのクラブに変な負担をかけずに、はい、でも補強としてのその芯はお互い外さずにっていうことなのかなって僕は受け取ってはいるんですけども、ミシャ監督の中でもある程度もう本当に固有名詞名前は浮かんでいるけど、それが、まあ、クラブね、こう強化部の皆さんどう考えてるかなっていう、はい、ちょっとそういった気持ちを汲み取ってのね、はい、あ、なんかミシャ監督の優しさみたいなのが、ね、見えてきますね、はい、そういうコミュニケーションを取りながら、ね、毎回シーズンオフに、ね、新加入選手がありますけど、獲得まではそういったこう過程を踏んで、はい、加入に至ってるといういい質問をいただきました。 HES さんありがとうございます、はい、そしてもう一つね、これまた HES さんから、三上さん全国を巡りいい選手を発掘するスカウトさん、はい、選手のどういうところを見てるんでしょうか、うん、これはもうなんか国内外問わずですね、はい、コンサドーレに来る選手どういうところを重視して見てますか。そうですね、一方で僕たちっていうのは、はい、ミシャ含めて実は走る、はい、戦う、はい、規律を守る、うん、この三大原則があった上での、うん、攻撃的なサッカーなんですね、はい、なのでこの走る、戦う、規律、これをベースに絶対なければいけないので、はい、それを僕らは結構重視して実はまず見てます。おただこれっていうのは90分の1試合ではやはりなかなか分からないんですよね。そうですね、はい、なのである程度の数試合を見て我々が求めているその3大要素をきちんと持っている選手なのかっていうところを見させてもらって、その中で、今度は成長力、うちのクラブに入ったらこんな成長してくれるんじゃないかなっていう想像にはなりますけども、はい、そういった観点で見させてもらうというようなことをこう考えているということと、はい、もう一つは意外かもしれないんですけども、はい、ボールを持っていない時間、そこを僕は見てます。同時に僕の見方としてスカウトにも、うちのスカウトにもそのものを伝えていてですね、はい、どういうことかというと、サッカーって例えばメッシとか、はい、すごい選手がいたりしても、はい、90分のうちボールを触ってるのって3分ちょっとしかないんですよ、トータルしたらですよ、はい、そしたら残りの87分何をやってるかっていうのは僕は意外と大きいものがあるんじゃないかと思ってるんですね、はいはいはい、その87分をチームのために、グループのために何をやってるか、そういう選手っていうのは先ほど言った3大要素、はい、走る、戦う、規律を守る、はい、ここにも多分当てはまるものがこの87分にはあるんじゃないかって思っているんで、あえてですね、はい、クラブのあり方があると思うんですよ。例えばもう親会社がしっかりいて、はい、本当にいい選手をどんどん取るであれば、90分のうちの3分を見てれば、僕それでいいと思うんですよね。でもコンサドーレってどういうクラブなのって考えた時にはやっぱりそうではないので、はい、であれば他の方々が見ている視点と何かで差別化をつけながら、でもいい選手、成長できる選手、そういうものを見つけたいって思った時に、僕は逆にそういう見方をさせてもらってるっていう感じですかね。でまたそこの振る舞い、戦い方っていうのがもう本当に一番、大前提のこの3原則、走る、戦う、規律を守る、ここにまた帰ってきて、でそこから次どれだけ成長できるか、はい、っていうところに次のステップを踏んでいく、はい、はー、これはだからもう強化部のもうスカウトマンの皆さんはそれぞれそのフィルターを持って全国各地でまた世界に足を運んで見てるということですね、はい、ちなみに一つ僕気になってたんですけど、はい、コンサドーレのスカウトマン、はい、どのくらいのメンバーで動いてるんですか？正式には今年からですね、はい、スカウトをまず2名体制で全国の高校、大学を見てもらってます、はい、その他にアカデミー用のスカウトということで、アカデミースタッフの中に兼任にはなりますけども、役割を与えている人間がさらに数名います、はい、でさらに今年からはですね、基本的に J2、J3 にもう一人スカウトを受ければ一番いいかなって思っているんですけども、はい、いろいろなそこは予算だとか、当然人、誰でもいいっていうわけではないので、そういう人がいるかどうか、そんなことを考えながらそういうスカウト体制を築きたいなって思ってます。今シーズンの一つ目標ですね、これはね、はい、三上 GM としての、ね、こう目標も掲げてもらって、今でもお話伺った形見てみると、もうこれでもう一通り本当ね、サッカーのいろんな世代ので、また、トップのカテゴリーも今3までありますからね、そこをもうシーズン中に見て、また来シーズンに向けた、オフの動きにつなげていける体制がこの形で整うと、はい、いうことですよ。さあ皆さん、まずは2023シーズン新加入選手の、ね、発表もありましたし、またね、必要に応じてまたこのシーズン途中の補強なんかもね、はい、あるかもしれないので、そうですね、はい、それは全て、チームの成長と、今そこまで一緒にやってる選手の成長が必要であれば、そういう補強ということにも考えたいなと思ってます。はい、なんでまたそういったこの獲得発表があった時には、こういった今三上さんのお話の思いがあってここにたどり着いてるっていうところをね、はい、皆さんも、一つね思い返していただければなと思います。今日もね聞きたい話、もう僕もずっと気になってたんで、これいいビクトリーメッセージをたくさん寄せていただいて嬉しかったです。引き続き皆さんからのね、三上 GM にしか話せない、こと、ね、気になること、質問がありましたらぜひメッセージでお寄せください。メールアドレスリクエスト@三角山 .co.jp、 そしてツイッターでも随時募集中です。ハッシュタグカタカナでコンサ、アルファベットで GV、 ハッシュタグコンサ GV とつけてぜひ投稿お待ちしております。それでは今日はこの辺にしておきましょう。次回もどうぞお楽しみに。北海道コンサドーレ札幌の三上弘勝と、進行は三角山放送局山形翼でお送りしました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに白い恋人。番組では三上 GM 宛ての質問を募集しています。メールアドレスはrequest@三角山.co.jp、 ツイッターはハッシュタグコンサ GV までどうぞ。詳しくは三角山放送局のホームページ、ツイッターでもご案内しています。コンサ三上 GM のグレートビクトリー、次回もどうぞお楽しみに。幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りしました。